体どんなステータスになっていくのでしょうか。それでは第2ブロックの第1試合始めていきましょう。参ります。波動ファイト。まずはアークエースのステータス、1番奥側から岡戸選手3241、真ん中スッスー選手1135、そして龍選手が4411です。対するアミュニション1番奥側丸選手が3241、真ん中モケ選手1135、そして1番手前のアスナ隊長選手が4321となっております。さあ両方ともいつものっていうね形なんですけれども、アタッカー、チャージャー、タンクそれぞれがあります。まず丸選手がスッスー選手から点数を取っていく形です。うわー、うまいな。龍選手すかさず前に出たアスナ隊長選手を KO を取っていきます。1対1。シールドの張り際に点を取るっていうと、あのそのシールドを張られた側攻撃もチャージもできないんで、すごいいいアドバンテージになるんですよね。さあそしてシールドをお互いに貼って、アミュニションが1枚シールド有利ですね。残り時間は20秒。この使いどころがすごい難しくて、さあそしてスッスー選手に合わせていった形ですかね、モケ選手が ね、ここでどう取るか。さあそして逃げる龍選手、残り時間は10秒だ。さあ取った、前に詰めるアークエ